はい、みままです。今日はこちらのタピオカを使ってチューハイタピオカを作ってみたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今めっちゃタピオカが流行ってると思うんですけど、私ね、あんまり甘いものが好きじゃなくてあんまり飲まないんですよ。でも結構こう世間ではみんなタピオカって言ってるんで、私もちょっと流行りに乗ろうかなと思って、でも普通のタピオカジュースはいらないので、私は今回大好きなチューハイで割ってみようと思います。どうなんやろう。いろいろタピオカのことを調べてみたら、このね、業務スーパーに売ってるタピオカがめっちゃ美味しいって結構ネットで書いてあったので、早速ね買いに行ってきました。こんな感じのインスタントタピオカで、お湯で30秒加熱するだけでできるみたいです。ということでね、実際に加熱していきます。鍋いっぱいに水を入れ沸騰させますって書いてるんで、お鍋にお水入れます。今ね、ちょっと沸騰させてるんですけど、こんなんもね売ってました、業務スーパーに。タピオカストロー100本入り業務用って書いてるんですけど、こんなにいらなかったんですけど、これしかなかったんで、今回はこれをね使っていきます。で、今回用意したチューハイは私の大好きな氷結のレモン、ヨーグルモサワー、マスカットカンタービレ、チェリーパイナッポー、ロコロコパインで作っていきたいと思います。沸騰したんで入れていきます。もう一気に入れちゃっていいかな。え、なんか気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪いんやけど、何これ、ジンマシンです。じゃあ入れていきます。どのくらい、はい、ということでこんな感じで完成しました。チューハイを入れていきたいと思います。ではまずマスカットカンタービレ入れていきます。おー、チューハイのレモン、ロコロコパイン、チェリーパイナポー、これドス黒、最後こちらのヨーグルトサワー、完成。どうですか、美味しそうちゃう。でも普通に美味しそうやけど。じゃあね、こちらの業務スーパーで買ったストローで早速飲んでみます。はい、マスカットカンタービレタピオカをいただきます。いや普通に美味しい。じゃあ、これ美味しくないで。え、あり、あり、チューハイにタピオカ普通にある。じゃあ次、私の大好きな氷結のレモンのタピオカいただきます。おいしい。絶対売れるこれ、めっちゃおいしい。うん、あり。なかなかタピオカが口からなくなれへんねんな。じゃあ次、こちらのロコロコパインのタピオカ。もうやばい、でも固まってきてる、マーさんと。おいしい。あ、これもおいしいわ。うん、なかなか口からなくなる。お腹いっぱいになるね。チェリーパイナッポーいただきます。おいしくない、おいしくない、おいしい。いや、待って、全部おいしいわ。あ、入ってる。酔いそう。本物のタピオカね。ほら、おいしいわ。おいしい、桃やもん。うん、おいしい。はい、じゃあラスト、ヨーグルトサワー。
美味しい。うん、ちょっと休憩よい。ランキングは待って、もうあんま味覚えてないでもこれ美味しかったな、このマスカットカンタービレ。うん、これ美味しい。これ結構1位。うん、これも美味しいねん。これ2位やな。ロコロコパインで、これうん、これ美味しい。ヨーグルトサワー、これ美味しかった。うん、これで、こうかな。順位的にこんな感じですね。この種類のチューハイが一番美味しい。こっちの普通にレモンとかも美味しいけど、こっちの方が美味しいかな。で、マジでありです、このタピオカチューハイ。絶対流行る、これ絶対人気出るわな。今なはい、っていうことで初めてタピオカチューハイを作ってみたんですけど、めっちゃありなので、もうぜひ皆さんやってみてください。今回買った業務スーパーに売ってるタピオカ結構ね人気みたいで、手に入りにくいみたいなので、業務スーパーに行った時はぜひチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。